こんにちは、西川です。はい、ということで、今日は、ゲストに来てもらっています。キムラジャルキネージです。すごいですよね。このチャンネルも、こんなゲストが来てくれるなんて。ということで今日は大人気企画である村松春樹になるにはっていうのをやっていきたいと思います。じゃあ、デイ！刺されるな。よろしくお願いします。あの西川です。はい、はい、西川ちゃん。はい、西川ちゃん今日ちょっとパチパチなんですけど、はい、あの西川ちゃんのチャンネルの企画で。春樹さんがもう一人自分を作るんだったら、はい、っていう感じで、はい、自分の全てをグリップから投げる感じから本当に例えば私村松春樹さんになりたいですっていう人にどうやって言うかっていうのを全部教えてもらったら、まあ、全部真似してもらう。そうですそうですそうです、もう全部です、はいはい、スタンスから何からお願いします。はい、ということで西川です。やっていきましょう。まあまあ声ゴリくなったな西川じゃあまず普通に投げていただきまして、そうですね、スタンスは割とシンプルなサイド、うん、結構どしんと構えてるんですけど、割合で言うとどれぐらいなんですかね。割合、まあ、6-4ぐらい。結構じゃあ、うん、こっちにも体を乗せてるというか体重残してる感じ。そうね、外見8-2か9-1ぐらい見えるんですけどね。あ、でも昔もっとこう、昔もっとそうですよね、めちゃめちゃ前本当急に、うん、急に西川です。数字算数できないんでね。はい。算数狭めにしてちょっと残しておくだけ。それ体力的な部分。そうね、やっぱ年取った時にもうこんなになってんの絶対体にガタガタなと思ってちょっと楽に。東さん聞いとけよ。じゃあもう一回投げてもらって。左手とかも結構触ってるイメージあるんですよね。こうちょっと前だとこう、ああ、はい、これもやってたけど、ね、そうですよね、うん、今はこれでも肩のラインを考えるとこれは全然いいと思うんだけど、受け渡しがスムーズじゃないかなっていうデメリットとか、この間ぐらいを取ってってこと、うん、肩のラインは、まあ、こうやってでも気をつけりゃキープできるから、はい、ただその足の方向と腰の方向と肩の方向が全部要は直角に体が乗るようなイメージ、平べったくなって投げるイメージ。なるほど、そうね、本当もう体のこれぐらいの隙間にこう入って、はい、うん、投げてるっていう、うん、なるほどね。後ろもですね、うん、でバレルに中指が当たる。そうですね。意識とかはあるんですか、その乗せてるだけなのかちょっとこう噛むというか、乗せ中指をこうはめてるだけなのか、その割としっかりイメージとして噛ましてるというか、うん、でもバレルの形状的に噛むように作ってる感じもあるんですもんね。そんなぎっちりは握ってないですし、いわゆるこうポンって抜いたら落ちるぐらいというか、うんうん、優しい感じというか落ちる。セッティングも結構独特といえば独特ですよね。めちゃめちゃ長いですよね。長くてちっちゃいですね。フライトちっちゃくなりましたよね。フライトちっちゃくなりました。特注のエイトフライト。それ理由って何かあるんですか。やっぱ昔からフライトは小さくしていきたいとは思ってたんで、スリム使ってる時期もありましたし、である時これをちょっと紹介されて、はい、使うかどうかは別ですけど、フィルとかと一緒です。そう、ね、ベイパー S、うん、H ですね、うん、まあ、今後使うかどうかは別として今それでやってるみたいな。そう、でもしばらく使ってるんで、うん、まあ、今後もよっぽどが、これであんなに綺麗に飛ばせるってね、うん、やっぱ送り出しとかが上手なんだと思うんですけど、この回転のイメージとかどうなんですかね。最近はそこまで回転を意識、昔はやっぱりこうギューって絞って、はいはい、こうくるくるくる戻しながら投げる、手投げるっていうイメージだったんですけど、ちょっとここ最近はあんまり指を意識させないことを意
意識してるっていうか、はいはい、自動的にリリースするしてくれる、閉じた分だけ伸びるだけでいいっていう感じですかね。そうそうそう、うん、腕を倒せば倒して自動的に指が離れたぐらいの感覚のリリースでいいかな。肘が畳まれると手が縮んで伸びると手が伸びるっていうのを最低限でやってしまうんですよね。でもただ解放したら回転かかってるんで、まあ、グリップ的にもでも中指が噛んでて人差し指が上がり出すと多分回転がかかるので、割と自然に、今は多分おっしゃったみたいで自然にかかるっていう状態なんだと。今日の西川はなかなか有能ですね。今日の西川は有能ですね。テイクバックのイメージとかありますか？テイクバック倒すだけ引いていく、倒す引くっていうよりはまあ倒す、うんうん、いわゆるこう肘支点にして畳んでくるだけ。綺麗ですね。やっぱり若干振るようになりましたよね、なんか一時に比べて。そうですね、そのここに指を意識しないっていうことを考えたときに、本当に今までこう頑張ってこう、うん、ターゲットに向かって指向ける、って押すプラス弾くで飛ばしてたのが、やっぱりプレッシャーかかってくると、このいっぱいある関節を毎回同じように動かすっていうことがちょっとリスクが出てくるなと思って、単純に離すってだけ考えたとき、まあ、腕もやっぱりただこの縦だけに動かして、うん、横ずれを減らしてっていう状態にして、あ、じゃあこの出していくときに、まあ、ある程度身長的なものもあると思うんですけど、角度がついてる状態から戻していく状態の中に、ここで押すっていう感覚とかは若干今も残ってる感じ。今も残ってるけどなくしたい。もうただ振るだけのスタイル。ただ使った感じで。ライン的なイメージで言うと、こういうイメージです。まあ山なりです、ね。あ、ちょっとやっぱり山なり、うん。それに沿ってか矢の角度と手がリンクしていくみたいな。角度もあんまり気にしてないかな。もう結果というか。うん、本当にただ物を離してるだけ、はいはい、その離すポイントはイメージで言うとどの辺になるんですか？俺は手前この辺手前がいいと思うけど、やっぱりここを意識しないことで、あ、ちょっと長くなってどこで離れたかは分からないから、はいはいはい、意識しなくしたい。通したいラインさえ通せばブルには行くよみたいな、ね、高さは合うよってやつですね。しながら勝手に離れてるのがどこなのかっていうの、まあ、その時の状態によってちょっと早く意識する時もあれば別に気にしなくてもいい時もある。そうですね、たまにもこう多分リリース遅くなると指とかも、そうですね、あ、指で結果的に使わない、ね、力がない状態なんです。指を全く使わないってことは多分一番手前で離せてる時だと思うので、はいはい、まあ、なんか僕ちゃんは、私が村松選手見てて思うのは、テイクバックまでが入ってくるスピードって、まあ、割と普通のというか、ちょっとゆっくりめに入ってくるんですけど、切り返しで速くなるイメージがあるんですね。こう来て、こうじゃなくて、こう来て、こういうイメージ。なんか理由はあったりするんですか？もう投げて、自然にそうなったっていう。そうですね。今もなってるかな。あのなんか2段階みたいな時は特にそうなのパンですね、こう、グー、シェンシェン、そうですね、これがこうリリースに割と影響するんじゃないかなと思ったりはするんですけど、あんま関係ない感じですかね。リリース、まだ指を意識してる頃っていうのは多分早く離すためにみたいな、指をパンってやる準備が速さだったと思う。だからまあ指を意識しなくなったら多分一定の特にこういうのもなく、はいはい、スンスンって入ってくるスピードと同じスピードぐらいで戻るようなイメージありそうですね。まだ途中段階ですよね。そうしたらその今現状で言うと、この指が邪魔だからこう逃がすとか、この指のトレース先をこうしてこの形に残すとかっていうのもほぼなく。なるほど。だからまあちょいちょいやっぱりライブ3とかって
フォローするとか見ると、はいはいはい、割とまだなんかいろんな形になっちゃってるんだけど、まあ今のところそれは気にしないで、はいはい、で逆にこの今一番気にしてるポイントって、その指離れ、さっき言った離れるのを待つ以外で何かあったりします？やはり、まあ、振りもう最終的にはもう本当に肘を投げる、受けるところまで固定でいきたい、はいはいはい、今まではこうこういう感じになってるような、はいはい、それはちょっとやめる方向でいきたい、はいはい、本当にこう立てたり、やっと、まあでも特徴的なのは多分身長のこともあるんですけど、引いてきてやっと手が反比例するイメージが結構やっぱり、ね、動画上でも見受けられるんで、それのこのもっと楽にというか、もっとスムーズにというか、もっとシンプルにしていきたいでしょうなというのが僕の、あ、私の見え方ですね。そうですね。なるほど。西川さん、分かりました。もう完璧です。じゃあこれ西川さんはもう村松歩選手になれると。なれます。あ、じゃあ、はい、私なれます。じゃあ3投お願いします。 OK、はい、西川や、そうですね、はい、村松歩になる、はい、はい、どうぞ。2008年ぐらいの村松になります。2008年、そうですね、はい、まばたき多いな。あの、まばたき多すぎてこのカメラのそれ何、え、何それ、ガッツポーズ感情が出すぎた時の村松春樹選手のガッツポーズ。ああ、はい、今のを見てどうでした？そうですね、2008年の頃の俺っていうことは、はい、多分今の説明はもう丸無視すみません、西川はちょっとあんまり、すみません、本当。はい、ということでこの後はあのいつも通りスーパースローかな。そうですね、動画を撮らせていただきますので、はい、はい、じゃあ締めの挨拶を、はい、あ、もうちょいやってもらって、完全に僕やってる。あ、村松春樹が東進やってる、はい、これも2008年どころの騒ぎじゃないと思いつぐらいですかこれ。まだ眼鏡かけてる時やから、2006年とかめちゃくちゃセットアップ4年とかの萌えでしたから、はい、ということで、本日のゲストは村松春樹選手でした。あの、いつも締めるやり方が私あるんですよ。I'm watching you、 また見てね、あ、また見てね、 I'm watching you、 また見てね、で、また見てね、はい、 OK、それでは締めたいと思います。せーの、 I'm watching you、 また見てね。これ本当にやってるの？ほんまにやってるか。僕はやってないです。あ、大丈夫です、はい、僕がやったらこんな感じですけど、あ、じゃあもっと可愛いですね。 I'm watching you、 刺されるな